皆さんこんにちは、賃貸の竹野中島です。本日私は奈良市法蓮町にございます 3LDK の賃貸マンションエクレール1畳という物件にやってまいりました。まずはこちらリビングスペースなんですが、とても広々としたリビングスペースとなっております。テレビ、ダイニングテーブルなどを置いていただいても十分なスペースとなる、そんなリビングスペースとなっております。こちら現在ですね、関西電力からの送電がストップしておりますので、一部暗い部分もございますがご了承ください。キッチンスペースなんですが、オープンキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、シンク、調理スペース、そしてガスコンロが置ける、そんなキッチンスペースとなっております。上のスペースやそして下のスペースにも収納スペースがございますし、冷蔵庫などはこのスペースに置いていただければと思います。モニター付きのインターホンもございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心です。リビングスペースのこちらの扉を開けていただくと、洗面スペースに進んでいただくことができます。まずは、奥の入ってすぐ奥のところにございますのがお風呂となっております。ゆったりと使っていただけるお風呂となっておりますので、一日の疲れもしっかりと癒していただけます。そして室内洗濯機置き場にシャンプー用ですが、一番奥にはですね、お手洗いもございます。リビングスペースに戻りまして、リビングスペースはですね、南向きということで暖かい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。窓を開けていただくと、広々としたバルコニースペースに出ていただくこともできますので、お洗濯物もしっかりと干していただけます。またリビングスペースのすぐ隣には洋室のスペースもございます。お子様の子供部屋にぴったりな、そんな広さのお部屋となっております。また、そちらのすぐ隣にもですね、このように洋室のスペースがございまして、こちら収納スペースもとても広々とした押し入れタイプの収納スペースとなっておりますので、しっかりと衣類、お布団の収納などもできるかと思います。もちろん天袋もございますので、ぜひともご利用ください。それではお部屋を開けまして、この他のスペースをご紹介したいと思います。リビングスペースを出てすぐのところには玄関スペースもございます。下駄箱などを置いていただければ靴の収納にも困りません。またこちら、洋室のスペースですね、ご夫婦の寝室にもぴったりのお部屋となっております。窓も大きくございますので、明るい雰囲気のお部屋となっております。収納スペースも1つそして2つとございますので、こちらもですね、たっぷりとした収納力のある、そんな収納スペースとなっております。いかがでしたか。これだけ収納力豊富な 3LDK の賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお酒のスタッフは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。